しゃべりしましょう。ということです。皆さんいかがお過ごしですか？今日土曜日やんな。土曜日のお昼ってさ、一番さ眠くない？お、114,412ポイント、ありがとうございます。皆さん行くかしらこれ。はい、今お化粧してないです、何にも。この配信通知で起きましただって。わ、おはようおはよう、起こしてしまってすまんね。でもメイクは急いだらめっちゃ早く終わるんです。私めっちゃ薄くていいので普段は。なんていうと、真面目なさ公演出る時とかお仕事の時はちゃんとするけど、普段はマジで私適当です。マジで別にさ、そんな普段で人生おいてさ、あんま人に顔とか見られないじゃないですか。じゃない？だから別にいっかと思っちゃった私。そんなさ、写真撮りに行く時とかはちゃんとある程度しますけど、目元とかは。それでも目元だけかもしれん。ショールームは私お肌ツヤツヤにしてるから分からんね、完全に。こんなんでいいやろ。しかも今ってマスクするじゃないですか結局。だからもう別にいっかみたいな、いっかってなっちゃうわけですよ。クマ隠せればそれでって感じです。ニコラスさん、チョコのバラありがとうございます。皆さんもバラありがとうございます。マスクしてるとメイクも手抜き、めっちゃわかる。でもさ、それはそうじゃない、ぶっちゃけ。同じモチベーションでさできないよね。こんなんでいいです。私が絶対ちゃんとコンシーラーするところはここらへん、クマと口元と鼻周りだけですね。なんかちょっと置いたらいいみたいなのを私見たので、それを信じ込んでちょっと置きます。チョコ食べます。そうですね、チョコ。鼻の下に鼻水がついてる、だってバリウケるコンシーラーです鼻水、私の鼻水めっちゃ純、なんか斬新な流れ方するくね。だとしたらめっちゃウケんだけど、そういうこと言ったら嫌われますよ人に、きっと親切心だろうけど。先生口の横にもついてましたおもろ。あんま人生で鼻垂れながら生きてる時なくないですか？鼻ってかむくない？普通にする。どんなんやろ、取れましたかね。はい、これからお仕事？秘密です。秘密ですとか言って別に秘密にすることでもないけど、どうなんですかね。ショールームも仕事だよって言われたら確かにってなってしまうし、メールも仕事だよって言ったら確かにってなるし、家で練習するのも仕事だよって言われたら確かにってなるし、どこからが仕事でどこからが仕事じゃないかがもう分からんね、この仕事は。じゃない？
私は何やろ、何を仕事っていうかな、なんか履歴に残るやつだったらお仕事っていうか公演でもな、公演お仕事って言っちゃいかんみたいな時期あったもんな。難しいですね、何が仕事なのか。全部仕事ですね、うちら。 SNS の写真撮りに行くのも仕事って言われたら仕事やない？むずくない？そう言われたらさ、じゃ何が私プライベートなんやろと思って懐かしい、難しいね。そしたらどっからがプライベートって言っていいのかが分からんかもしれん。メンバーとご飯食べに行くときも写真を撮ってしまったらプライベートな、ショールーム、ショールームはでもプライベートじゃないな。私プライベートでショールーム専門の絶対じゃない。普通に生きててショールームは私きっとしないと思うので、ショールームお仕事かもしれません。今お仕事中かもしれません。でもそんな堅苦しい気持ちでやってるわけでもないよな、ショールーム。そこが難しいところ、なんか分からん。でも確かにお仕事っちゃお仕事だよな。こんなよしやってみるかみたいな気持ちで、どうせメイクするし、せっかくだったらやろっかなみたいな気持ちでやったけど、あ、怖かった雑。そういう皆さん今日は目撃者じゃないですか。写真を撮るのはプライベート、写真 SNS のような仕事かな。そうなんだ。でも私 HKT に入るまで自分の写真一枚も撮ったことなかったです。なんか別にもともと自分の子好きじゃないから、なんだろう、別に写真に残しておきたいとも思わなくて、だからね、感覚では写真撮らなきゃみたいな感じとかも仕事なのかもしれない。難しいですね めっちゃ真面目な人は例えば一日中 MC のネタ考えてたらそれは仕事やんな。それ一日中仕事してることになるやん。マジでむずい、境界線がわからない。最近右目がめっちゃ腫れているんです。二重幅がめっちゃ広がっていて、今こう二重幅を狭めるっていうのが難しいんですよね。広げるのはさ、いくらでも今道具があるんですけど、狭めるのマジむずくて、こうやって自分で線を作るしかない。お、いつものやつ、なんか腫れてるんですよね、めっちゃ嫌です。すごくいいやん。てか私なんかやっぱすっぴんだと顔幼くなりますよね。結局私は童顔なのか童顔ではないのか、どっちなのか、最近の疑問です。はい、終わり。もうすぐ終わるよ。もうあとちょっとで終わってしまうからね。やべえ、ギフトどこまで読んだか覚えてないわ。1個しか読んでなかった。白熊さん、チョコのバラありがとうございます。元隊長さんもチョコのバラありがとうございます。皆さんもバラありがとうございます。あ、そうだ、忘れたけど、ショールームスクショしないでください、お願いします。なんかやっぱさ、自分のことになると厳しくなるやんか。だからさ、自分的にはさ、めっちゃ、ブスみたいな、わかりますか。例えば写真とか撮っても、はいこれもブス、はいこれもブスってこうなるんですけど、皆さんはちょっとね、ちょっとうぬぼれた言い方をすると、私のことちょっと好きじゃないですか。だからメイク終わったらいいですか。嫌です。そんなショールームにスクショしなくたって写真なんかいっぱいあるんだからいいじゃないかと思ってしまう。メール送るよ後で。そうだからね、やめてください、お願いします。私に嫌われたい人はぜひどうぞって感じです。そう、皆さんね、ちょっとうぬぼれた言い方をすると、私のことちょっと好きじゃないですか。
それさ、好きな人やったらさ、なんかちょっとフィルターかかりますよね。フィルターかかってしまうから可愛く見えてるだけで、実際大したことないんですよ私って。わかりますか皆さんは。私のこと、あ、ちょっとじゃない、ありがとう。じゃあだいぶ好きだからだいぶフィルターかかってて、大したことないというか、ちょっとブサイクでもみんなは可愛いと思ってしまうんですね、私のこと好きやから。はず、こんなこと言って。だからなんか、うわ可愛いみたいな、公園とか見とって、うわめっちゃ可愛いこれみたいな感じ乗せてくれるやつ、もう私は自分のこと好きじゃないんで、ノンフィルターで見てるんですよ自分のこと。したら、えブスみたいな。わかります、なんかフィルターありなしで見ると結構変わって見えるんですよ顔って。わかりますかね、元が可愛いから。いや私のこと好きなんやって、それ。私のこと可愛いと思う人は私のこと好きなんですよ。私のこと可愛くないなって思う人は私のこと好きじゃないねん。好きじゃないか興味がないか、好き以外の感情を持っている人は私のこと可愛いと思わないんだけど、私のこと可愛いと思う人はみんな私のこと好きなの。わかりますか。自覚しなさい。そうよ、私のこと好きじゃないと私のこと可愛いなんて思わないのよ。だから皆さん的可愛いは私的不細工なんですね、ほとんど。なのであんまり私が載せた写真はもう昔の私が可愛いと思ったやつはもうそれしょうがないというか、それ私の責任やからいいんやけど。ぜひ私の載せた写真をめでてください、皆さんは。お願いします。はい、もう目が終わってほぼ完成しております。起きました。ちょっと可愛くなったやろ。あ、これは皆さんの好き度が上がったわけじゃなくて、私が私に近づいただけです。さっきの人は私じゃないんで。はい、わっ、さっきよりも可愛くなった、さっきより好きになっちゃったかもしれない。これは違います、これ勘違いですね、すいません。もう終わります。ありえないスピード感で進んでますけど、15分で終わった。メイク、あとリップ塗るだけや。アイラインピョッとして、アイラインは普段は長いんですけど、こういう時は短いですね。もうこんな短っ。終わりです、イエーイ。うんふん、うんふん、なって終わりです。あ、はい、終わりました。早すぎ、自分でも早いなと思う。これはでも適当やからこんな早いだけで、普段はもっと長いです。こっからまだマスカラするし、シャドウももっと重ねてるし、クラランスマジめっちゃお気に入り。すいません、ちょっと反射するんでこんななんか持ち方やけど、ピタヤ。なんか昔名前かわい、名前も形も変わったような、なんかキャンディーとかじゃなかったでしたっけ昔。私はハニー使ってたんです昔は。ごめんなさい、あ、黄色ね、黄色使ってたんですけど、一本でもいいやつがいいなと思って。でもなんか今は限定で赤いのが出てたらしくて、それにすればよかったなって悩んだんですけど、ちょっとめっちゃ時間なくて、もう本当に急ぎたかったんで、あの最初の直感で選んだやつにしました。でもさ、ちょっと色つくんですよこれ。でもね、めっちゃ青っぽくなる。だから青っぽいの好きじゃない人はオレンジとか赤とかの方がいいかもしれないな。あ、15分経ちました。15分でメイク終わりました。早すぎ、最高マジ。
そうでもめっちゃ便利です。これは普段メイクしない人でも口はうるうるの方がいいと思うのでぜひおすすめです。甘いです。なんかお腹減った時舐めてもいいかなみたいな。それは嘘やけど、でもめっちゃ重たくて、テクスチャーがめっちゃ重たくて、普段リップとか塗らん人が塗ったらなんかえ何これってなりそうな感じもするけど、そこが良い。あ、保湿されてるって思いますね。私も守られてるって感覚がすごいのでおすすめなんですけど、うん、結局乾燥するじゃないですか。 リップクリーム塗るやろみんな。リップクリーム塗った方がいいですよ、モテたい人は。モテたい人はリップクリーム塗るべき。私も皆さんからモテ続けなければいけないのでリップクリームを塗ります。感じですかね。はい、髪の毛巻こっかな。巻かないんですけど最近まして。そうよ、口はうるうるの方がモテます。絶対に。髪巻きます。えゆりかさん可愛い、ありがとうございます。ニコラスさんも可愛い、ありがとうございます。この時間珍しいですね。前髪ですか。そういえば前髪のやつってさっきストーリーのやつに着てて、今度しますって返そうと思ってショールーム始めちゃった。でも前髪変えたからね、今のやつは自分でもマジ教えてくださいって感じ。今日も僕だけが行ける世界で女性がとどろく。これ鏡欲しいな、買ってくればよかった。全光がかけんできた。はい、こうやってやりました。溶かします。ウインクできない人ってどうやって化粧するんだろうってめっちゃ気になる。こういう時とかもさ、私ウインクしちゃうんだけど。はい、終わりです。こうスッてして終わりです。なんか細かいとこが気になったらその都度って感じですかね。ここがちょっとうねってるからここを取ってあーってします。でまたはい、でもな、多分みんなが知りたい前髪ってこっちじゃなくてさ、昔の前髪の方をやんな。絶対昔の前髪は前髪が伸びたらやりますね。ぜひ終わりです。前髪もでも普段はもっとかかります。なんかこうちょっとさ軽くメイクしよっかなとかの時の方がメイクうまくいくんですよね。そういうもんなんですけど、オイル塗ろうかな。私はねリファのロックオイルを使ってます。アイロンはリファ使ってるんですよ。私髪の毛がサラサラってなるんです。はい、こうなるんですね。でも今は何もつけてないです。昨日のお風呂上がりもつけてない、めんどくさくてちゃんとしろという感じなんですけど。でもシャンプー変えてなんかサラサラになる方のシャンプーにしました。昔はめっちゃうるうるシャンプーだったんですけど、気分変えたくてなんか髪の毛がキラッなんかこう艶が出るやつっていうとなんかいう歌い文句のやつを買ったんですけど、確かにと思って。でも私多分ね髪の毛染めてないからかあんま傷んでるんですけど、あの日々私があの焼き付けてるので髪の毛。でもまだねマシな方で多分
髪染めたらやばいと思います。私はもう、ね、髪の毛を染めてないがゆえのギリギリの保ち具合ですかね。一回ストレートにします。絶対。でもさ、なんかこうやって画面越しに見たら髪の毛めっちゃ綺麗やんな。髪の毛は綺麗にしておく方がいいと思うので頑張っています。だから髪の毛染めるか悩む理由もさ、そこもあんだよね。なんか痛みそうやん。あと手入れめんどくさいし。でも楽しそう。ママが髪の毛染めてるんですけど、ママに会った時とかにさ、例えばママが美容院行った後に会う時とか、そのママは今日何すんのとかいちいち聞かんからさ、わからんや。ママ出かけてってさ、私が家帰ってきた時ママいてさ、え、髪染めてるとかめっちゃあるじゃないですか。そういう時にさ、ママがめっちゃさニコニコしながらさ、なんか変わったかわかるって聞いてきてさ、髪染めてるんですよ、そういう時大体。そう、え、髪の毛染めてんじゃんつって、そうみたいな、今回はちょっとオレンジにしたとか、今回暗くしたとか、いいなーって。それ小学校くらいの時からさ、ずっとそれ、ママは多分ずっと染めてるんですよ髪の毛をね。だから私が小学校くらいの時から、物心ついた時からまずその会話ずっとしてて、だからちっちゃい時からなんかめっちゃいいなーって思ってて、でママの美容院に一緒についていくんですけど、なんかママがなんかフェイシャル、お顔のエステとかしてる間に、なんか夏休みとかやったら美容師さんがなんかネイル塗ってあげるって言ってネイル塗ってくれて、ネイル塗ってましたね。懐かしいですね。そう、地元のめっちゃ、あっつめっちゃ仲良しの美容師さんのとこに行っていました。今はさすがにそこには行けないというか、まあ、その月1で帰らないんで行かないんですけど、ね、でもなんか年を取り、ちょっとおしゃれ美容室行きたいなみたいな気分になり、あんま行かなくなっちゃいましたけど、でも大好きですね、あそこは今でも。ぶっちゃけ髪染めないんやったら、やっぱそこでいいねんな私は。なんか別に前、例えば前髪切りますとかさ、顔周りのレイヤーがこの人が好きとか、そういうのがあるんやったらそこに行けばいいと思うんだけど、私前髪自分できるし、結局ね、私別に顔周りにレイヤーも作ってないし、髪も染めないし、いっかなみたいな思ってしまいますね。はい、だからマジで髪の毛の長さ整えてトリートメントするだけやから、地元のとこでいいかなって思うけど、今福岡にいるから行けないって感じ。だからね、なんかの時にめっちゃ家にいた時期あったんですけど、その時は普通に終わりました。髪巻こっかな巻かないかな、巻こっかな巻かないかな、うー悩む。あのそう、地元にいた時期はマジで一回だけ、あ、いや、ずっとか、ずっとその地元の美容室行ってましたね。マジでね、意外なのか意外じゃないか分からんけど、 HKT 入る前までマジ自分に興味なくて、自分の美容とか、なんか周りの友達がメイクしたからメイクしてたけどみたいな、本当に興味なくて、なんか別にいいよくねみたいな、なんか別にそんな、もともと可愛い女がやるべきだみたいな、私は可愛くないからやらなくていいんだとか思ってたんで、そうよ、適当極まりなかったですね。なんかよくわからんけど、おすすめされたアイシャドウと、あ、でもそうだね、高校ちょっと前くらいからはいくらなんでも気になってたかな、メイクとか。それこそみおちゃんとかと一緒にリップ買いに行きましたしね、初めて私が劇場公演を見に行った日の前に、バリ懐かしい。本当にマジでね、入手困難みたいな、めっちゃバズってる、今で言うとバズってるってあんま言い方好きじゃないけど、めっちゃバズってるリップみたいな感じだったんですよ。その人気のその動画クリエイターさんが紹介して、もうみんなそれ買いたいって、私も欲しくて、ミオも欲しくて、でマジで売ってなくて、本当にね、どこ行っても売ってなくて、でも私がふってどこ行ったんやっけな、多分新宿とか行ったんだよな、
行ったらあったの、あるやんと思って、お一人様2個までって書いてあって、うわ、どうしようと思って、でもみんなに買ってあげたかったわけ本当は。でも2個までって書いてあったのよ、2個かと思って、でもこの後ミオに会うから、じゃミオの分は買おうかなと思って買いましたね。そんな感じでした。懐かしいですね。でめっちゃハマってました、そのそういう系のやつに。もうほんとガチハマりしてて、多分後半からくらいから美容に興味持ち始めたのかな。あっちゃちょっと熱すぎ。そうで、なんやろ、イベントとか言ってたし、その YouTuber さん、いや本当にハマってて、なんかめっちゃ好きな人が、あのディズニーの紹介するアイニャンさんって方がいるんですけど、すんごく好きで、なんかもう本当にこれはちょっとなんか小さん自慢みたいになっちゃうんだけど、なんか昔はねブロガーだったんですよ、彼女はブログを出してたのずっとね。で動画もやってみようみたいな感じで YouTube を始められたんですけど、最初は3ヶ月限定だったんですよ、ニャンチューブ3ヶ月限定で、私それから見てるのマジ、まだか分からん、なんで突然それが流れてきたか分からないんだけど、その本当に始めましてみたいな時から見てて、本当に最初からめっちゃくちゃ編集が丁寧なんですよ。でなんか配慮がすごいのね、世界全てに向けて。なんかさ、なんか分かりますか、こう私めっちゃさ厳しくって、うちらの代この SNS 講習みたいなやつが、でなんかすっごく怒られたっていうか、あのこういうところこういうのはダメです、こういうのはダメですってめっちゃ言われてたから、結構さ周りの他知らん、マジで知らん人たちよ、あの知らないアイドルの方とかの SNS とか見てても、なんかうわこれはこうしなきゃみたいな思ってしまうんですよ。ちょっと言わんけど、そんなリプとかでこれはダメですよとか言わないけど、なんかあちゃんとモザイクいらなきゃとか、ここはじゃダメじゃねとかめっちゃ気になってしまうタイプなの、私気にしいだから。でもあいにゃんさんは本当にすごいのよ、運営批判家だって、すごいネットニュースみたいな切り取り方ありがとうございますえでもわからない、今のが批判と捉えるタイプの人は批判なのかもしれない、その時うちらと同じ台で入っていたらきっと嫌いだったでしょうね、運営の人のこと。えなんか厳しい方が良くないって私思っちゃうんだけど、わからん、まあ人それぞれやな、そういうのもな。でマジで丁寧で配慮もすごくあって、で人柄もすごく素敵で、もうめっちゃ元気が出るんですよ、明るくて。でこうちゃんさんもマジなんだろうね、すごくツッコミなんですけど普段は、でも優しくて、なんかはあいにゃんさんのことめっちゃ好きなんやろうなって思うくらい、もうすごくね素敵なお二人なんですけど、そういうのもうめっちゃハマってて、なんか動画が ね昔は確かね日付が決まってたのかな、この人この日に出るみたいなのが決まってて、その日はすごく楽しみで、いつやった水日とかやったかな、なんか決まってた気がする、違ったかな。でもう3ヶ月で終わっちゃうみたいなのを聞いてて、ずっとね、で3ヶ月の日に、あ終わっちゃうねみたいな話したら、続けますって言って、シャーってなりました。よかった続けてくれてと思って、それから今でもねまだ載せられてるから、本当に6年くらいかな感じです。本当にねもう今でも大好きなんですけど、マジ幸せ、そういうの見てる時間が一番幸せですね。なんか優しい世界にいるのが好きです。自分のこと興味ない人と自分のこと好きな人だけに囲まれていたいですねできればフランさん、時計先ありがとうございます。なんでも口に出しちゃうタイプなの、だってあのそれあなたじゃなくてどうですか、なんでも口に出しちゃうタイプなのかな、わからない。でもそんな、だってあなたのこと嫌いとか言わないよ思ってもあんま思わんけど、ねさ人のことってあんま嫌いならなくない、私だけかな、なんか私さ生まれつきなんか知らんけどさ、人のことさ別に嫌いならないんだよね。最近思いました、
なんか私って人のことなんか嫌いな人いないなと思って、世界にやばいな。え、本当にさ、なんかどうやったら人のこと嫌いなのかが分かんなくて難しくない？人のこと嫌いになる瞬間っていうのがむずい気がする。この人のことめっちゃ好きっていうのあるじゃないですか。でもさ、この人のことめっちゃ嫌いなんだけどってなることなくて、だから私いつかさ、でも性的に合わない人っているじゃない、人間だから、それしょうがないことなんだけど。フランさん可愛い、ありがとうございます。あ、可愛いじゃないこれ、あ、可愛いだわ。チャネコもありがとうございます。そう、でもある日さ、めっちゃこの人のこと無理かもしれないって時に私どうしたらいいか分かんないわけ。まだそういうのをさ、小学校くらいからさ、この人嫌いってのを経験してたらさ、大人になった時にさ、そんなさ、やばい失敗をせんやん絶対。そう、な、慣れてるから、人のことうーんって思う時に。そう、だからなんか大丈夫かなと思って、私これから先って思うんですけど、でもなんかあんま、でも20年間嫌いな人いないのに、ここから突然嫌いな人現れるとも思えないんだけど、分からんやん。いたかな嫌いな人、まず幼稚園生とかの時の話やと思う。喧嘩してなとかのこと嫌いっていうのと同じくらいのテンションしかない気がするな。合わない人はさ、そりゃいるけど、合わない人は、いやー危ねえな、しょうがないわけですからね。合わないというのはもうしょうがないよねって感じです。はい、そう、私興味ないのかも人にあんまりなんか自分の身内とかはめっちゃ好きやけど、そんなあんま人に興味ないのかもしれない。それはあるかもしれない、だから嫌いじゃないのかも。確かに、なんか嫌なことされても何とも思わないんですよね。あー、そっかーみたいな。みたいなくらいしか思う。なんか巻き方難しくて全然できんかったから、もうこれでいいや。普通にへーって感じあ、そういうタイプね、オッケーオッケーってなって終わりな気がする。確かに、でもそれくらいの方が楽でいいと思うんですよね。そうなんですよ、どうだろう。でも悲しいよねそんなの。ちゃんとさ、嫌いとか好きとか思った方が楽しそう。まあでも私の人生なんで、人それぞれでいいんじゃないですかねって思いますね。もっと熱く生きようよ、だってもっと熱く生きてほしいの。じゃあ、あなたが私を変えてください。でも私割と熱い方やと思う、結構身内内では本当に。でも結局それに尽きてしまうんだよね。メンバーのこととかめっちゃ好きやしな。こう見えて、なんかマジで卒業するんですけど、卒業するって決めて、マジで、あ、マジで卒業するって決めた時に、最初あの卒業したいなとかじゃなくて、よし、じゃあこの時期に卒業しようって自分で決めた時に、なんだろう、何が言いたかったんだっけ、なんか忘れちゃいましたからもう言うのやめます。メンタルの強さ、メンタル強いかな。でも打たれ弱いと思います私。打たれたらすぐハーってなってしまうでも私のいいところと悪いところは同じなんですけど、めっちゃ分かりやすいところだと思うんですよ。なんか私マジで全部分かりやすくて、多分みんなでも分かるくらい分かりやすいと思う。そのなんかマジ仲良くなくても分かるくらいめっちゃ分かりやすいんですよ私って。なんか隠し事ができないタイプ、嘘つけないタイプなんですよね。あ、いい意味でね、悪い意味でもなんだけど。そう、なんかね、なんか下手な
なんですよね嘘つくの。めっちゃなんか嘘ついてるんですけど私も。でもなんか分かりやすいっていうか、いや絶対嘘やんみたいな、なんか感じますか普段。私は嘘つかないとは言わない、めっちゃ嘘つくんですけど、私嘘つきなんですけど、でもバレるんですよ全部、意味なくてマジで意味ないんですよね嘘つくの。嘘ついても意味ないけど嘘ついちゃうっていう。ポムさん可愛い、ありがとうございます。フランさん紅茶ありがとうございます。ニコラさん可愛い、ありがとうございます。フランさんも可愛い、ありがとうございます。ニコラさんチョコのバラありがとうございます。でも人狼強そう、人狼強いけどすぐあの釣られます、釣られるか夜食べられるかします、すぐ生き残れないのなんかねなんかすぐ邪魔らしくて、なんかどうもどうも邪魔らしくてなんですよ。結構強いメンツでやるときは生き残れるんですけど、そうじゃない限りなんか結構初期段階で幽霊となって皆さん見守っていますね。12万52ポイントありがとうございます。そうなんですよ、なんかね顔に出ちゃうタイプ、顔に出ちゃうし多分態度にも全部出ちゃうんですよね。よくないじゃないそういうの。でもね出ちゃうんですよ、出してるつもりもないんですけど、でも昔よりかはめっちゃ治ったと思います。あの HKT 入る前とかの方がマジで私もっとやばかったんですけど、でもさみんな出るじゃない態度に、なんか今日はちょっとあんま話しかけない方がいいかなっていうの分かるじゃないですか。そういうのがなんかそれで怒ってる？って聞かれたら怒ってないよって言うけど、多分分かっ自分でも怒ってないと思ってるんですよね。でも後から見たらめっちゃ怒ってるんですよ。その LINE とか見るじゃないですか、したらさめっちゃさなんかいつもよりもめっちゃ冷たいのめっちゃ怒ってんじゃんと思って、でもその時は本当にえなんで怒ってないのに怒ってよって聞くんだろうみたいな、怒ってないよ全然って思ってるけど、自分でも自分の感情に気づいてないっていや一番やばいやつなんですよね。マジでおもろくない変。高秀さん紅茶ありがとうございます。はい、そうなんですよ。なんかでもやっぱ例えば次の日とかに見返したらめっちゃ怒ってる、あめっちゃ怒ってると思って私は LINE とかやったらなんか文字数が多くなるんです突然、なんかいやなんとかだからなんとかだからみたいな文字数が多くてターンが減る、なんていうと文字の数は一回一回が多いのに送る量が減るっていうんですか、感じ。あと丸がつく言葉になるほど丸とかついてたらだいたい機嫌悪いなかったのかなって思うめっちゃ面白い、自分よりも周りの人の方が自分のこと分かってるんですよね、変だなと思って。ダメですよねそんなの、ちゃんと自分のことは自分で分かるようにならないとダメだ、私もそう思います、すいません日々ママごめんなさいママごめん、いつもいつも機嫌悪い LINE 送ってごめんねママ。あとママと電話するときに都合悪い話始まったら切る喧嘩しないんですけど普段は、私自分で自分の機嫌が悪いかどうか分かってないから喧嘩できないんですけど、なんだけどあのママと電話して話したくない話始まったら普通にピッて帰って切るで電源切りますそのままマジで、で家帰ってきてめっちゃ怒られるもう最近はなくなりました多分ママが気使って私の嫌な話をしないからだと思うけど、私もなんかあんまり怒らなくなったから、怒らなくなったっていうかなんかもうとか思わなくなったからいいんだけど、昔だからほんと高校生からの時はめっちゃ電話めっちゃ聞いてたごめんねそうね、あとでも電話とかすぐ出るの苦手で私ちょっと待ちます。でもちょっと待ってたら切れちゃったりとかするじゃないですか、でうわ気まずって思う、でこっちからかけ直す、ごめんね出れなかったっていう、嘘やけど
本当は出れたけど、ちょっとなんかすぐ電話出るの気まずいなと思って、マネージャーさんからの電話とかもなんかもう「え、何何何何怖いんだけど」とか思って、ちょっと「え、どうしよう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 」とか思っちゃう。出るんだけど絶対。それはそうですね。友達いますか？だってすごく失礼な人、あなた誰かいると思います知らん、あなたがどんな人かは全然知らんけど。すごい。でもさ、なんだろう、リアルの人にそういう対応しないよね。この顔を見えないからそういうことを言ってしまうんだと思います。だからリアルでは素敵な人なのかもしれないね。すぐ拒否ったことってない。拒否はないですね。ちょっと気まずいじゃないですか私はほっときます。ずっとこうやって電話が切れるの待つタイプです。出ないタイプ、なんていうの、キャンセルはしないですね。キャンセルしたら悲しいじゃないですか。だってなんかキャンセルされたんだけどってなったら悲しいから、キャンセルはしないで電話が切れるのを待ちます。最低かな、大丈夫かな、セーフかなそう、なんかさ、今みんなが二十歳になっちゃったから、多分お酒とか飲んでるのかな。夜中とかにさ、突然めっちゃ昔の友達から電話来てるとかするんですよ。それに困ってますね最近は。でも朝起きたらなんかごめん酔っ払ってたみたいな LINE が来てるんだけど、そう、多分盛り上がっちゃって電話かけてくるのかな。そういうのもなんか切ったら起きてるってわかるじゃないですか。だからそういうのも待ちます、切れるの。でも電話来てる間とか何もスマホ止まっちゃうから、ずっと孫でこうやって早く切れないかなって待って私こうブーブーって言うじゃないですか電話って。それがうるさいのよマジで。だからなんかこう床とかに置いとくとブー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 言ってうるさいから、こうやって持ってる、ずっと手に上げて持って、こうずっと孫でしてますで大体1回で終わるから、そういうのって何回もかけてきた人はマジでブロックします、その場で。さよならけど、なんか私 iPad にも LINE 入れてるんですけど、それ iPad も止まるのよ電話中。それがめっちゃ嫌で、スマホもいいんだけど、だって iPad で映画とか見てる時とかに邪魔されるのがめっちゃ嫌。おいと思ってでも普通にメンバーだったら夜でも出ますね20歳になって変わったことはなってないんですけど、まだそうなんだし、まだまだなんですよ。遅いよね、早くなりたいんですか私も。でもあとちょっとで20歳で変わったことは、本当になんか私はちょっとなんかワインとか飲みたくてワインとかかっこいいじゃないですか、なんかこうグラス持ってみたいなやりたいので、なんか楽しみだなって感じです。そう、もう良くないって思ってしまう日もある。もうだって成人式もしたんだけどな。でもしょうがない、まだ確かに生まれて20年経ってないわけだからしょうがないけど、なんで3月なんやろって思いますね。これ4月だったらあんま思わないと思うの。あと1年あるわけだ、あ、結局日付は変わんないんだけど、そんな日数はね。でも同級生が飲んでるのに自分が飲めないっていうのがすごくこう早生まれ悲しみあるあるだと思います。わかりますか、なんか
リノとかももう飲めるわけじゃないですか。でも私は飲めないわけ。そういう時にうーんってなります。でひじりがこの間、愛理とリノとひじりと4人でご飯食べに行ったんですけど、ひじりと話した時にもう裏切り者だみたいなもうあとひじりだけしか飲めない人がいないって怒ってました。あとでも最近はなんかみんなに言われるのはお酒が弱そうって言われます。どんなイメージって感じだけど分からんけど、お酒が弱そうらしい。私はどうなのかなと思って、楽しみですね。メンバーみんなと乾杯したい。だからはるちゃんが形になった時にみんなで集まってお酒を飲みたいです。そうなんですよね。そう、私酔ったらどうなるかもさ、みんながさ予想してくれる。泣きそうって言われますよ。私はよく泣きそうとテンション上がるだけ、いつもよりはもっとうるさくなるだけの2パターンがめっちゃ多くて、弱そうっていうか泣くか怒るかね。そう、めっちゃ言われる。それめっちゃ言われる。なんか騒ぐだけ騒いで寝そうって言われるね。わかんないけど最悪じゃないそれってと思って、暴れて寝そう。あ、だるがらみもめっちゃ言われる。そうなん、そういうイメージがおらしい。でもなんか泣きそうってよく言われますね泣くかな。でも私結構泣かない人と思われがちなんですけど、結構泣くんですよね。感動とかしても泣くし、うん、だから泣くかなと思います、自分でもそういうの聞いたら確かに泣くかもって思いますやだーそんなのでも自我を保っていたいよね、ずっと。何したか、なんか覚えてないってが一番怖い気がする。フランさん、チョコのバラありがとうございます。ニコラさん、紅茶ありがとうございます。そう何してたっけ、記憶がないんだけどってなるのが一番怖いじゃないですか。それだけはやだ記憶は持っていたいなと思います。だから未来の自分に向けて記憶をしっかりするんだって言いたいですね。でも怖いよね、そんなドキドキしてます。だから最初に飲むのは絶対家族って決めてる。やばいことしても家族やったらセーフじゃないですか。だから家族に聞いて、家族と一緒に飲んで、まあ、どこまでいけるのか、これ例えばこの一般的な量を飲んでどうなってしまうのかっていうのを家族に聞いといて考えようかなって感じですね。でもなんかわかんないけどさ、盛り上がってしまうとさ、ハメ外してしまいそうだから気をつけなきゃですね。でよく言われる。私は多分だけど、あのなんだろうな、いっぱい飲むと思われてるのかな、みんなに。なんかみんなにめっちゃ最近注意されます。本当に気をつけるんだよって本当まだあと1ヶ月ちょっとあるんだけど、みんなに本当に気をつけてねってめっちゃ言われるですね。ね、やっぱ最初は家族と飲みたいかな。お誕生日の日に飲むのかな、みんなは。え、30日にな、誕生日になったら飲めるんですかね。でも私生まれたの朝10時なんですよ。朝10時になったら飲むってこと、朝10時から飲むのちょっときつくね、さすがに。夜飲むのかな、じゃ分からないけど、30前後で私はきっとパーティーを開いているでしょうイエーイってですね。最初はママとパパのおすすめのやつを飲むって決めてるんですけど、果たしてママとパパは何をおすすめ私にしてくるのか、それも分かりませんね。なんか昔はうちになんかワインの樽みたいなのがあって、そこからこうチャ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 って開くと出てくるみたいなやつが家にあったんですけど、だから多分パパはワインが好きだと思うんですよね、分からんけど。最近は飲んでるとこ見たことがないです。なので何が好きなのか分かんないです。
ビールとか好きなのかな。樽がありましたよ。うちなんかそういうの多分好きなんですよ。生ハムの原木とかありました。生ハムをこうやってあって切って食べるんですけど、そんなこんなめっちゃ大きいやつ泳げるようなタレじゃないですよ。そんな本物のタレじゃなくてちっちゃい版やけど。そう、あ、なんだろう、お中元がなんかできてんのかな、多分そういうのでもらってたのかわからないですけど、お家にありましたね。パパはその生ハムの原木を切ってワインの樽からワインを注いで飲んでました。海賊なんだって。確かに違う、そんな大きいやつじゃない。おかしいでしょ、そんな大きいやつが家にあったら。普通のサイズのやつ、そのなんか棚に置けるくらいのサイズ。でもワインは発酵させるじゃないですか、だからガスが溜まるらしいんですよ。だからワインの貯蔵庫とかに行ってちゃんと鍵開けとかないとマジでこうフラッてしてしまうらしいですよ。皆さんお気をつけくださいませ。昔本で読みました。あとワインの温度が下がってしまうとダメだから、あ、わかった、ごめんなさい、ごめんなさい、なんかこうふつふつしてるらしいんですよ、温めてるから。あの、私の家の話、私の家の話じゃないよ、やめて、うち別にワイン作ってないから、そういうことじゃなくてワイン作り屋さんね。違う、貯蔵庫はないうちに、やめて、違う違うの、うちの話じゃなくて本で読んだ話ね、やめてよ、うちの家何だと思ってるんだ。違う、ワイン農家のところでやる、あの話なんですけど、こうやってふつふつしてるわけ、その発酵の時期はね。だからちゃんとこう換気をしないとダメらしくて、でその時期に温度が下がったらダメだから、温度が下がったらなんか町の人がそのワインの樽をこうやって泳いで体温で温めるらしいですよ。本当か知らんけど、びっくりじゃない、え、そうなのって昔はしたらしいです。でもワイン農家みたいなところに私は行ってみたいですね。楽しそうじゃないですか、ワイナリーっていうの。どこが有名なの、フランスが有名かな、フランス、イタリア、どこやっけ有名なところ、イタリアかフランスかどっちかが有名だった気がする、本で読みました。私のめっちゃ好きな本がワインのお話の本があって、ワインが関係してる話とか、ワインなんかやたら詳しいんですよね、突然のそう。でも私ブドウジュースあんま好きじゃないからワイン好きじゃないと思います。だってワインってブドウジュースやんな、多分。スペインが有名なの、ハンガリーも有名なの、どこだったかな、フランスだった気がするんだよな、覚えてないけどそのお話はね、ブドウジュースと思って飲んだら痛みは、そうなんだ、でもブドウだからブドウジュースじゃないとあれが気になる、スパークリングワイン、キラキラーってか、かわいいバカみたいな感想キラキラでかわいいポイント、ありがとうございます。渋いんだ、甘くないんだね、そうなんだ。カタカナ、ブルゴーニュやシャンパーニュはフランス、あ、ブルゴーニュ地方だった気がする。え、炭酸って甘くないんですか、甘くない、ジンジャーエールみたいなやつってこと。なんか私炭酸もそんな飲まなくて、マジコーラしか飲まないので、シシレモン、え、シャンパンニュ地方で作られたワインがシャンパンです。シャンパンってワインなんですか、シャンパンってはシャンパンっていうお酒じゃなくてあれワインなんですか、あ、そうなんですか、あ、ずっとシャンパンっていうお酒なんだと思ってました。なんかわかんなくて、まだちょっと私やっぱ多分飲んだことないからか知らないんですけど、知識浅めで、まだ
ちょっと浅漬けなんですけど、あれなんですかね、皆さんアルコールを入れてるんですか、なんか分かんなくて。ブドウジュースに炭酸とアルコールを入れたらワインになるわけじゃないと。ちょっとバカ、さすがにそれは。スパークリングワインの一つにシャンパンがある。スパークリングワインなんだ。スパークリングワインはシュワシュワしてるキラキラしたワインですよね。いや、ブドウお酒に炭酸ってさ、なんか不思議な感じがするけど、ブドウジュースに炭酸って言われたら、うん、わかるわかるってなる。わかりますか？お酒かける炭酸はさ、なんかちょっと不思議な気持ちにならん？それ美味しいのですか？って感じになるんだけど、でもブドウジュースに炭酸って言われたら、炭酸ブドウありますもんねってなる。でもやっぱキラキラして可愛いですね。それファンタなんや。そう、私のイメージはファンタなんですけど、違いますかね。そうなんだ。なんか難しいね。よくわからんね。でもこれは多分そのうち大人になっていく階段を登っていくうちに覚えることかなと思います。甘いやつもあるんだ。私は甘いやつがいいな。私苦いのちょっと苦手なので、甘いの希望ですね。でもあれが苦手なの、なんかさ、ケーキとかに時々なんかちょっとこう香り付けついてる時あるじゃないですか。あの香りが苦手なんですよ。ってことはもう飲めなくねっていう私の最近の悩みですね。はい、まあでもあと1ヶ月、あーめっちゃ楽しみなんだけど、あとちょっと、あとちょっとって感じです。やっとやっとあとちょっとまで来ました。もうなかったんですけど本当にって感じです。なのでちゃんとね、ここで油断をせず楽しみにしたいと思います。ルン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 。そして聖を待ちます。聖がいじけないようにね。やっぱさ、ちょっと憧れありますよね、仕事終わりのビールとかさ、子供あるあるじゃない。楽しみにしておきます。もう1時間もしていました。いつの間にか。そろそろ終わりにしようかな。ランキングを読みますよ。13位モンドさん、ありがとうございます。12位トミョさん、ありがとうございます。11位アーチエネミーさん、ありがとうございます。10位モスコミュールさん、ありがとうございます。なんか名前みんな難しいな。9位がヨシボウさん、ありがとうございます。8位がポムさん、ありがとうございます。7位がエウリカさん、ありがとうございます。6位がシロクマさん、ありがとうございます。5位がただの魚さん、ありがとうございます。4位がニシプーさん、ありがとうございます。3位が元隊長さん、ありがとうございます。2位がフランさん、ありがとうございます。1位がニコラスさん、ありがとうございます。コウメイさん、チョコのバラ、ありがとうございます。イエー、皆さん素敵な土曜日をお過ごしください。おやつは何を食べますか？私はみんな食べようかな、チョコ食べます。それでは皆さん、さようなら。ニコラさん、かわいい、ありがとうございます。バイバーイ。配信ありがとうございました。また見に来てね。バイバーイ。